まず火をかけていないお水の中に卵を入れます。難しいなこれ。何やってんの？半熟卵、あのタルタルソース作ってる。半熟卵だったの？さあ、この鶏もも肉を揚げてこいよ。それを見ないとじいじのほらね。またハイボール買ってきたの？スーパードライってあるけど、これビール？何？まずは小麦粉をつけてと。パパパパパと入って、で、卵を。野球入れるからするんだよ、みんなで。で、そうだよ。取ってるよ。ビールの大きいの出して。大きいのビール。これからどん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 とね、焼いて、揚げていくから、これからどんどんと揚げていくからさ、おいしい、おいしい、初めて買ったんだよ。いいね、うまいかどうかも知らない。タルタルソースさ、なんか何でもさ、使えそうじゃん。食べた、なんかオリーブ食べられるの？何オリーブって？オリーブじゃないって。うまいじゃん。この鶏肉は柔らかいよ。このタルタルチーズかけてみた、今度。タルタル？うん。まずうまいから。和食しないんだよ。すごい柔らかいってこと。ちょっと60点だ。なんで？ちょっと俺がイメージしてたやつは違いますね。60点。なんで？自己採点60点。50かな。50は？おい、お情けはいらねえぜ。正直に言っちゃおう。78点。いや、ないけど、これは78点。高得点だよ。はい。揚げたて。すごい、すごい。たまにだけど、おいしいもんだね、これね。明日誰が
みんなに振る舞ってくれるのかな。順番的に言うかもしれない。俺らが出したやつがみんな取れるんですよね。そういうことなんだ。なんだって、そこの冷蔵庫。あら、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ベイビーミルクね。ベイビーミルク。うん。サワークリームなんてあんまりうまいもんじゃないじゃんか。サワークリームね。私よりの下が合わない。根からの和人だ。こっちの方がさ、和人ね。サワークリームうまかね。ないね。ラジオソースも、オリジナル料理やろうとしたんだ、お前。大豆も言うと、裏になってる。さあ、よくわかるか。私も食べるぞ。やってます。なんか工事してるのかなとかって思って。アイス乗っけても美味しいんじゃないの。今食べたよ。あ、そう。美味しい。私食べたいよ。楽しみ。アイスのペタロ食べたいんでしょ。食べたい。リッツは何でも見とけた。年功序列だから。上のものか。そうだよ。もうすぐ止まった。おいしいね。何でもね、リッツは。何でもないだろ。リッツないのせだってね。私なんかの子供の時代ってさ、高級のバニラアイスはレディーボーディーにしかなかったんだ。カーペンジャッジなんてなかったよ。ママたちが小さい時なんです。マッチなんて買えない。ガリガリ君でしょ、ガリガリ君。ガリガリ君でしょ、ね、アイスガリガリ君でしょ、ババたちが子供時代に食べてたアイスガリガリ君でしょ。何がガリガリ君っていう。ガリガリ君っていうアイス食べてるんでしょ。バニラバーじゃないの。キャンデー。キャンデーだって。キャンデーだって。おっぱいアイス。ガリガリ君のなかったの。ガリガリ君なかったの。うん。そんな昔からなかった。ガリガリ君みたいな。じゃあホームランボール。ああいうのか。だって街行かなきゃさ、店屋さんがないから。街行かない。冒険者みたいな。冒険者。最初は町に行かない。最初は町、南の方へ。多分俺が今に私はまた奪われるから、また。そうなんだから。てかもうこうなっちゃう。体が先だよ。そうです。私のだよ。あれちの魔女。あれちの魔女。魔法の光線当てられてこうなる。消えた。よし。消えたよ。ざわめ